祭りのフィナーレの様子おなごりフェスティバルは、秋田県の白市で1988年から2019年まで、毎年9月に開催されていたイベントである。東北各地を中心とする有名な祭りが、一堂に会し、過ぎ去る、祭りの季節を楽しみつつ、パレードをするものであった。関東夏祭りを楽しみながら、行く夏を惜しむというコンセプトが、おなごりの名の由来である。12団体前後、 約2000人が出演し、観客動員は約25万人。当日夕方からメインイベントとして畑町通りで各種祭りがパレードし、東北各地を中心とする有名な祭りを一度に見ることができた。また、当日日中のイベントとして、野代市柳町通りが歩行者天国として開放され、地域の物産店や屋台村、幼稚園のパレードや踊り、 ライブなども行われていた。祭りの締めくくりとして花火も打ち上げられていた。1984年に、野代市で開催された青年会議所東北大会の際、歓迎イベントとして各地の代表的な夏祭りを招集して行ったパレードが好評となったことから1987年、前身となるイベント、活性の城が開かれた。翌1988年から、 おなごりフェスティバルとして開催され、2019年9月の第32回まで毎年開催された。2019年11月、資金難や人的負担の問題から翌2020年を最後の開催とすることが報じられた。2020年4月には、新型コロナウイルス感染症流行のために、同年9月に予定されていた開催の中止が決定された。 翌2021年に延期しての開催を行わないことも同時に決まり結果として2019年の第32回が最後の開催となった2020年9月にはフェスティバルの主催団体であったの代、ろ地域活性化協議会の解散が報じられた日本松上鎮祭り仙台青葉祭り花見越し横浜中華寺市舞坂田祭り 野代市民吹奏楽団、綱子大太子、本城一万川の川に割る、横手送り本踊り、阿波踊り、浅草三者祭り、釜石虎舞、中仙町ドンパン温度、大東文化大学マーチングバンド、西もない本踊り、茎の超鎮祭り、天皇様、仙台鈴踊り、新潟総踊りなど。ありがとうございます。